転席の前ダッシュボードのところにダーンってつくだけのパーツです。予備なし、口々に言うお店の名前があるんですよ。ここにつきます。はい、皆さんこんにちは、バーナムです。ラングラーはダッシュボード周りですね、運転席の周りがちょっと違うんですよね。ダッシュボード、こうハンドルのこの辺が狭かったりですね、スマホ置いたりとかするものがつかなかったりとか、いろいろ工夫しないと快適なドライブ生活は送れないということで、いろいろと細かなパーツを揃えてみました。まずは一番最初に届いたのがこちらですね。今日はこれ、うわ、なんかこれですよ、これ。長いですね。すげえ長いですね。いきなり大物を買ってしまったんですけれども、ジープラングラーのパーツ、国内でももちろんいっぱい売ってるんですが、高いっていうのとあんまり種類がまだないっていうので、いろいろ探した結果、やっぱり YouTuber の皆さんでね、ラングラーカスタムしてる方めちゃくちゃいらっしゃるんですが、そこの方々がですね、口々に言うお店の名前があるんですよ。アメリカンインテークさん、アメリカンインテーク、ちょっと調べてみたらですね、どうやらあのロサンゼルスにお店があるショップなんですけれども、送料を入れてもですね、国内でパーツを買うより全然安いっていうね、親切な感じのお店がありましたので、まずこれね、ロサンゼルスから届きました、アメリカンインテークさんの。ちょっと早速ね、開けていこうと思うんですけど、何を買ったかっていうとですね、まあこの長さであれかなってもう分かる人いらっしゃるかな。ちょっとこのチャンネルをね、ラングラー好きの方が見てくださってるか分かんない、その初歩的なカスタムなので、ただの初心者のペーペーラングラーのりがつけるアイテムなんてたかが知れてますけれども、まあでもね、あんまりね、見るとつけてる人がいないので、自分の知ってる中では 2,3 人ぐらいかな。 YouTube であのカスタムを勉強してはいるんですけれども、これつけてる人あんまりいなかったんで紹介しようと思います。ちょっと長いんでね、とにかく開けるのが大変なんですけど、ここのスタジオも狭いっていうのがありますけれども、これからね、車のパーツ、じゃあちょっとバンパーつけてみますなんて言って、バンパーここには持ってこれないので、その時はね、外での撮影になると思うんですが、ちょっと開けてみたいと思います。おい、出てきた出てきた、ちょっと待って、よいしょ、いはい、出ました。長い金属の棒なんですけど、こちらはですね、ジープのラングラーのパーツでは有名なラゲットリッジさんっていうところが出しているダッシュバーと呼ばれるものですね。ダッシュバーって何かっていうとですね、運転席の前ダッシュボードのところにこの横長のこの棒がですね、ダーンってつくだけのパーツです。棒をね、運転席の前につけることによって、はい、こんな感じの、こんな感じの太さですね。ちょっとね、こっちの真上カメラにしますが、こんな感じの棒が、はい、出てきました。これだけなんですよね。パーツがね、いくつか入ってます。これあとはこれ、同じようなパーツがこれ2個ですね。で、ネジ。はい。じゃあちょっと見ていきましょう。こんな感じのパーツが1個入ってます。これは、あの、端っこにつくやつですね。車の端っこにこれつきます。金属ですね。はい。で、これが同じようなパーツがもう1個ついてますね。で、これ同じに見えますが、左右が逆です。なので、右用、左用とあるんでしょうね。これ取り付けるときに気をつけてつけないとバーがはまんないみたいな感じになるんですね。で、これがここにつきます。ここにね。で、そこからここにね、こんな感じの受けですね。これにこれをこうくっつけると、ダッシュボードの横に長いバーが出来上がるわけですね。で、ちょっと待ってください。これね、これ結構重要なんだよね。つけようとするときにパーツ、ネジ系とかね、いろいろ見ないといけないんですけど、あ、いっぱい出ましたね。これネジがここにあります。これね、このネジと、あとこの長いボルト、これね、六角が入るようになってます。で、こっちはナットっていうんですかね、これ
これ大きさはね、だいたい1センチですね。これはいわゆるあれですかね、遠ミリっていうやつなのかな。ナットを締める時のツールを、これ何を使ったらいいのかって参考にしていただきたいんですけど、1センチぐらいのこのナットです。あとはね、こっちちっちゃいネジがあります。おそらくこれは多分ですよ、これ説明書がねついてないんですよね。今気づいたわ、説明書ついてないわ。説明書とか入ってないですね。まあ、っていうことはそういうことですよ。まあ頑張れということなんでしょうね。でこれをね、多分つける用の金具なんですが、この長いネジは車両とこれをつなぐ用のネジだと思うんですね。車両側とこれをつなぐネジで、でこの細っこいこのちっこいネジはこの棒とこの金具をつなげるやつだと思います。まあ多分こんなもん説明書なくてもつけられんだろうっていうのがアメ車のねあれだと思いますんで、ちょっと頑張ってつけたいと思いますが、内容のものを並べてみます。長いネジが2本、短いネジが4本、これナットっていうんですかね、この止められるやつ。これはね、なんかちょっと普通のやつと違ってね、多分ねこうゴムになってんだよな、これね。あ、そうですね、ゴムになってるか、かなり硬いですね。これロックしながらこうねじ込むやつなので、手じゃこっから先はいかなくなります。でワッシャーが2、4、6、8と10個ワッシャーがついてるんで、両側にワッシャーつけてこうなのかな。であとは予備なの、あ、こっちか。これで2個、これで2個で2、2、2、ちょうどですね。予備なし。まあそうですよ、普通は予備とかねないんでしょうね、ネジのね。なくさないように気をつけて、ワッシャーとか絶対なくしちゃうから。はい、これちょうどぴったりですね。これがこれ、これがこれ、これがこれ、これがこれで、これがこれで、それぞれ2個ずつのワッシャーとこれは1個ずつだから、これでぴったりです。でね、この棒なんですけどね、これ分かるかな、分かんないかな、ちょっと曲がってんすよね、これ。これほら、今下側に曲がってます。でこうするとほら上側に、ま、曲がるね。ちょっとねこれカーブを描いてるんですけど、多分これはラングラーのダッシュボードがこういうカーブなんでしょうね。それに沿った R がついています。だから DIY で、まあ、棒があればいいだろうって思ってる人はもしかしたらちょっと難しいかもしれない。はい、でこれね、アメリカンインテークさんだと送料込みで29,800円。こんな鉄の棒だけで29,800円もするのって思ってる方、まだまだ全然ですよ。もう車のパーツってね、一個一個がねびっくりするぐらい高いんで、今頑張って超頑張って震える手でクリックしたのがこれが精一杯でした。大げさなパーツは買えませんので、こういうあの細々したあの情報を皆さんにご覧いただくので精一杯でございます。ちなみにこの棒の太さなんですが、一応測っておきますと、だいたいですね、だいたい2センチですね、直径 2.2 センチぐらいの棒です。これをまずつけます。そうするとどうなるのかっていうと、バイク用のねギアがつくわけですよ。バイクのハンドルのところにカコッとこうはめるやつがつくので、そうするともうどこでもスマホ置き放題みたいな感じで、それがちょっと理想なんですけど、理想通りいくかわからないです。とりあえずね、これから取り付けてみたいと思います。ではどうぞ。さて、では取り付けやってみたいと思います。工具が必要なんですよね。前回ご紹介したこちらの工具セット、この中でね多分適合する工具があると思うので、それを探しながらやっていこうと思います。重い、相変わらず重い。はい、これをちょっとね広げまして、この中で必要な工具を探していきます。じゃあね、この A ピラー、ここのこの何ぞハンドルバーがあるところ、 A ピラーっていうんですけども、 A ピラーの下のここね、ここの部分を開けていきますが、こ
ここはね特殊な金具がいらないようで、爪を入れてパコンってやると取れちゃうみたいですね。はい。でね、ここの中にネジがあるんですけど、この奥にネジがあります。で、分かりづらいんで上のネジをねお見せしますが、ここにネジがありますね。このネジを開けていきます。これこの辺かな、ちょっと違う、これ小さい、9じゃ小さい、10かな、あ、10だ、10ミリの六角のやつを使います。で、これなのかな、これかな、このカリカリするやつ、これをつけます。はい、つきました。これね、これで、あ、全然届かない、届かない、届かないです、届かないから、そんな時はこれだ、延長するやつで、こいつで取っていきます。これダメっすね、工具が届かない。これね、延長するやつをここに入れてからこれを入れる、ちょっと長くなったね。これでいけると思うっす。ここのネジにこれを入れて、お、入ったね。で、あ、出てきた出てきた、ネジが取れます。あ、取れた、え、ちょっと待って、長いんだ、あ、取れてた、取れた、はい、取れました。これ使わない、使わないけど取っといてくださいね。で、このネジの代わりにこのパーツのネジを入れるっぽい。これね、これとワッシャー1個をこんな感じで通しますね。通して金具を入れていくんですが、これ金具左右形が違うんで、どっちかが合うはずです。とりあえず入れてみる。なんか違うね、これ多分ね。反対もう一個入れてみる。あ、これかも。だから棒がこっち向けば多分正解ですね。で、このネジを入れていく感じ。はい、あ、入った入った。一旦仮止めでいきます。まずこっち OK。 はい、じゃあ次はこっち側ですね。こっち側に金具を取り付けていきたいと思います。まずこれ爪入れて引っ張る。すっごい簡単に取れます。車のパーツってこんなに簡単に取れるんだな。で、さっきと同じ10ミリの六角を使います。あ、こっち見やすいね。で、これで開ける。なんかちょっと開けたらもうあとはこの手で回せると思うんで、長いんで最初ネジが取れるまでちゃんと開いてんのか不安ですが、助手席側はねめっちゃ簡単に、っていうか座らないで取ればよかったかなこのままこうやってやるとかなり見えるんで、これでちゃんと緩んでます。でもかなり長いからしばらく回してないと取れないね。あ、取れた。はい、こんな長いんでね、しばらくくるくる回していることになります。で、ここに一番長いネジを、これをね入れます。ていうかこれって取れないのかな。まあいいや、とりあえずこれここに入れます。で、ネジをここに入れて手で一回回してみますね。もしかしたらここがね硬いかもしれないので、一回仮止めして後で本締めしていきたいと思います。はい、これで、まあ、仮で今グラグラですけど一応ここで止まりました。次に棒をつけていきます。この棒がこうつくのかな、こうなるんだね。
あ、やっぱりここの R 反ってるわ。反ってるからちゃんと入るって言ったらいいのかな。かなりね、なんか余裕があるというか、これで合ってんのかな。まずはこちら側を止めてみようと思います。なんか角度がね難しいね、これ。バシって止まるか分かんないですけど、仮止めしていきたいと思います。ここに2つのネジがあるので、その2つのネジにこのちっちゃいネジを取り付けていきます。ネジワッシャーでここに入れて、ネジが出てきたらワッシャーをここにこうピッと入れて、ほんでこのナットっていうんですかね、六角形のやつをここに入れていきます。パーツが小さいのでね、なんか車の隙間に落ちないように気をつけてくださいね。でこれナットにゴムがついてるんで、手で回せるのは途中までです。途中から回らなくなるので機材で回していきましょう。2個目も入れて、入ったネジが入ったらワッシャーを入れて、ここナットで仮止めね、これで片っぽで、これまだね全部グラグラです。なんで全部グラグラかっていうと、多分キツキツになってゆるゆるになったりした時に一箇所で力が加わっちゃうから一旦緩めてます。でここつけたらもう一箇所逆側の運転席側も同じようにゆる止めしていきます。よし、まあ、何度も行ったり来たりですけど、今度はねこっち側のこの金具を止めていきたいと思います。こっちも今ゆるゆるです。一回ゆるゆるで全部仮止めした後に本止めしていきますんで、こちらも小さいネジとワッシャーをまずかませます。でこれをこの中に通していきます。はい、でネジが通ったらここにワッシャーをかませますね。こんな感じで、でワッシャーかませたら次にこのゴム付きのナットをこうやってはめていきますけど、狭いし小さいので落とさないように気をつけてね。でこれは途中で止まります。止まるけど緩めね、ゴムがついてるからこれ以上先に手で締めるのは無理。はい、でこっちが止まったらもう一個ねネジがありますんで、同じようにネジにワッシャーを通してつけます。あ、奥からやった方が良かったかも。あ、ついたついた、入ったね。でワッシャーでナットですね。これどっちがこっち向きか分かんない、もしかしたら見た目的に逆の方が良かったかもしれないね。今こっちをあのネジの方をこっちにしちゃいましたけど、もしかしたら逆の方がかっこいいかもしれない。そこはあのおいおい調整していきます。はい、で今、ね、全てのパーツの仮止めが終わったので、こっから本締めに行きます。これでどんな感じのところがぴったりなのかっていうのを探っていくんですが、なんかねどっちが正解なのか分かんないんで、こっちはね結構ダッシュボードにくっついてるように見えるんですけど、助手席側はね結構浮いてるんだよね。まあちょっとその辺なんかアバウトアメリカンな感じなのかどうか分かんないですけど、一回締め込んでいきたいと思います。まずは棒と金具を合わさってこれから行くんですが、このネジがどれでしょうね。ちょっとさっきよりちっちゃいよね。7、いやちょっと違うな、8、違うね、9、あれ10、さっきと一緒、あ、さっきと一緒、10でしたね。なんか大きく見えるけど、10ミリのやつを使います。あ、閉まんないな。分かりやすいようにそっちから取っていこうかな。今ね助手席に回ってきたんですけど、こっちのね受け側ね、ネジを回してもこっちが一緒に回っちゃうんで、
どんだけカチャカチャやっても空回りしちゃいます。なのでこっちを何かで押さえとかないといけないですね。もしくはこっちを回してこっち側を押さえるかです。でこの中でそれを抑えられそうなやつってこれですね。このなんていうの、六角なんちゃら、はい、入ったね。これ入ったよ。入った状態で押さえながらこれを締める。あ、今閉まってます。どんどん閉まってます。よいしょ。あ、結構硬いですねこれね。ゴムが多分ね、車って揺れるからその揺れでこのネジが緩まないようにかなりねきついですね、このネジがね。はい、こっちもね押さえて、でこれを締め込んでいくんですが、最初は少し手で回して、そこからはこうカチカチという感じで締められます。なんかもう締まったかなって思ってもまだまだいけますんで、しばらく頑張ってネジを締めます。カチャカチャやるときにパーツ傷つくとあれなんで、こういうなんか敷くやつとかあれば敷いて締めていくと車に傷がつかないですね。気兼ねなく回せますね。はい、締まってきた、締まってきた。OKOK、 いい感じですね。今度ここですね、これ、これを締めます。ここですね、ここを締めていきます。でこれカチャカチャやるやつじゃないんで、こう地道にね、地道に締めていきます。お、いい感じ、いい感じ。お、めっちゃいい。これで何ミリか書いてないんだけど、小指くらい、わかんない、こんぐらいですこんぐらいのやつ、何ミリかわかんないけど、多分これのセットを買ったらだいたいハマるぐらい。はい、 OK、 こっち側完全に固定できました。でこれ今のところ取れないんでちょっと気持ち悪いけど、一旦こっち側に避けておきます。なんかで取れるかもしれない。これの取り方わかる人いたら教えてください。じゃあね、向こう側締めていきたいと思います。こっちも同じ要領ですね。まず車傷つけないようにここになんか敷いておいて、下から行きましょうかね。ちょっとこれ浮かしたいんだよな。そっち側すげえ浮いてるから、ある程度こう締めないと。あ、できたできた。こっちを押さえながらね。あ、これさ、なんかもう一個器具があったよね、魔法の器具みたいな。これだ、これ、これもしかしてそういう時のために使うんじゃないの。ちょっと使ってみるね。これさ、これほら曲がんの違うかな。ちょっとどう、こんな感じで使うんじゃないの、もしかして。ほら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 、お、回った回った。あ、見てください皆さん、これ超画期的な道具を発見しました。ほら、これ合ってるかなお前そうやって使うんじゃねえぞっていうのがあったら教えてほしいんですけど、多分ねこうやって使うものなんじゃないの。どうですかね。一応さっきよりはね、なんか楽になった。こう曲げながら締められるから、よいしょ、よし、ちゃんと締まったね。で次上側行きますね。やっぱ初心者が使うとちょっと素人っぽく映りますが、ご了承ください。こんな感じかな。よし、
お、閉まった。はい、ここのネジが閉まりました。で最後にここですね、ここ A ピラーのところを締めていきます。よし、これねあんまり強く締め付けすぎてもネジがなんかこうダメになっちゃうんで、あの程よい感じ、このネジの締め付け加減を示す数値があるらしいんですけど、 トルクっていうんですかね、ちょっとね分かんないですさあどうでしょう、これ、ね、バーがつきました。ここにねこういうバーがついた、これによってここにねいろんな機材がつけられるので、これからこのバーにつける機材を、まあ、ちょいちょい紹介できたらいいなと思います。はい、今日はこのダッシュバーっていうのを取り付けてみました。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、事前に YouTube とかでいろいろと勉強したので、ネジが入らなかったりとか工具が入らなかったりとかキツキツだったりとかいろいろなことがあるって知ってたので、意外とすんなりつけられたかなって思うんですけれども、もし取り付けられる方いらっしゃいましたら参考にしてみてください。はい、ということで今回はですね、このダッシュバーっていうやつを取り付けてみました。これからも細かい、なんかこう外から見てかっこよくなったなみたいなのをやらないんですけど、そういう細かいプチカスタムみたいなのをやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。ではまた。